わあ、アリバーン。ジェイス空いた。ブルーサイドだからジェイスファーストピックで取ればいい。ジェイス消したらザヤか。ジェイス。代わりにザヤをもらう。アジール。もうジェイスがトップレーナーじゃなくなってんな。もう昔はジェイスイコールトップだったんだけど。ああ、セジュかな。ああ、ジグス。やっぱ4試合目の番聞いてたんだね。サイラスいいね。刺さりそう。刺さりでもいいけど。ジグス、中段戦マジで動きづらい。レオナどうすんだろうな。ジグスレオナ強いんだよ。ああ、バンしたやっぱり。早いな。レベル2のバーストが。この構成高いんだよね。ミッド運用なら、メイジが来ても勝てるから。いや、多分金が増えたから。一番は。で、レートスケール高いから、このトップレーンで運用する際は、ウェーブのコントロールをしないとジェイスってガンク食らって死ぬんすよ。トップレーンで運用したら。ミッドレーンだと、なかなかガンクしづらいじゃない。パワーが近いから。スケールちゃんと持てるっていう点じゃね。金が戻ったのが多分でかいっすね。ミッドにキャリー避けるようになってる。まあ、キャノンは今でも安いっすけどね。ミリアいけるかな。ミリオは結構強気ですけどね。ああ、アリスタ。一応、あれだろうな、リリアのカウンターで、ミリオあるけどどうする？って聞いてて。アリスターで一個。デルのレーニングに重要視しようっつって。アリスターになった。ミリオはレベル6からが強いので、集団戦構成というか、まあ集団戦メインですよ。ポークは確かに強いですよ。LNG、ジグス、ジェイス。でも、ディスティンギジ要素がマジでないから、セジュアニ、アリスタ、ニーコ、まあ、突破、結構容易なんだよ。ザヤが消されてたらシビアが出てただろうけど。どっちもうまい。ジグスもうまかったし、ダイヤもうまかった。ドットオブエイジスから。4人は聞いてない。 4人は聞いてない。
地面叩いちゃった。触るふりしてポークして体力の有利取りたいけど。ああ、これがニーコなんです。なんとか生きたけど。やっぱニーコダメだね、このチャンピオン。ダメージはだいぶ落とされたけど、まあリフトヘラルドどう使うか。ビグスがいるからミッドに使いたいけど、ただ使うだけじゃ多分タワー取れないから、サイドで揺さぶってからミッドに出せるのが理想なんですが、サイドをして、サイドからプレイヤーが集まってきて出すっていう。あ、今出すね。これ出すわ。壊せないんだよ。気合のウェーブクリア。デル入ってきてんのワードで見えてたはずだけどな。ミスったね、ナイト。完全に見えてたけど。もしかギリギリあのコントロールワードに映ってない角度で入ったのかな。あ、ギリギリ映ってないね。いや、映ってるか、際どいな。ブッシュの位置を右端に置いてるからギリギリ映ってそうだけど、レル。これどうなんだ。あー、やっぱ映ってないわ。ギリギリ映ってない。同じこと考えてくれてありがとうございます。信頼してたのにっつってないと涙目だ。LNG 集団戦構成で強いんだけど、DPS がいないんだよね。バーストダメージしかないから。囲まれたり、入り込まれたりしたときに、対応ができない。JDG の構成は、もうレネクトン・ステージュアにアリスター、
ニーコってこう入っていくからバーストダメージをザヤに合わせる必要があるけど、ザヤがアルティメット一発でポンって回避できちゃうから、でザヤ倒しに行くと羽の回収のスネアに捕まるから、まあ戦いづらいんだよな。めっちゃ集団戦やりづらい。DDG なんかポジション渡してもいいし、先にポジション取ってビジョン取れるんだったらビジョン取って挟み込む陣形を取ってもいいしで、結構 JDG やりやすい。サイドのタワーの方が邪魔だろうね。あ、こういう感じ、こういう感じ。ポジション相手つかして囲い込むポジションに自分たちがセットアップして、それが嫌だから LNG も渡して集まってほしいんだよね。集まったらポーク狙いやすいから、あ、これだよな。DPS がないから溶かせないんだよね、これ。もう入ったら勝ちだからな。なんかの間違いで、ザヤをワンバーストで倒すみたいなんがないと、ドラフト的にきついね、もう。羽は確かに勝ってはいるが、リリアのアルティメットで5人寝たら可能性あるか。ジェイスのフラッシュ落ちちゃったな。カサンテが、カサンテがザヤを溶かすか、カサンテが誰か一人溶かすか。一番 DPS 高いの多分カサンテです。アルティメット中限定だけど、もしくは体力有利取ってる状況から相手が入ってきてくれると楽に戦えるね。おこバワンバーストは高いんだよ。お、ストップウォッチ買ってワンバーストした後にストップウォッチでスキルの CD 上がるのを狙う。この状態だとワンチャンありますね。ストップウォッチがあればワンチャン集団戦 LNG 勝てるんで、ただ一回こっきりなんで結構大事なところでやりたい。あー、もう挟み込もうとしてる。真正面に3人しかいない JDG。369の体力半分削ってるからチャンスありそう。これほら、この後
おおおルーラ、うわールラベトマジかよー、ザヤなんだよな。ルーラー倒せてたらマジで勝ちだから。敗退。倒せねえ、 DPS がなくて倒せねえ1キルが拾えない。フォーク個性の弱点、 DPS がない。ジグソーを使うと DPS がない。ジースが相当無理してダメージ出しに行かなきゃいけない。エルダーか。バロンじゃ終わんないのか。ウェブクリア。性能がいい。いや、難しいな、これファイト。LNG。どっかワンレーンは押しときたいけど。釣られた。ニーコに釣られた。あー、挟み込もうとしてる。いやー、マジかー、グランドスラムかー、あとワールズ優勝でグランドスラムだー、JDG。 決勝は KTVSJDG か、ジェンジー VSJDG か、いや T1VSJDG が一番熱いかな。いやー、グランドスラム達成できなかったチームがグランドスラムを阻止しましたっつったらめっちゃおもろい。